ちは、しのもこです。今日は寝かせずに焼けるカヌレの作り方をご紹介します。前回は米粉を使ったんですけど、今回は薄力粉を使って作っていきたいと思います。混ぜて焼くだけで美味しいカヌレができるので、ぜひ試してみてください。それでは早速作っていきましょう。